まあ、最近ね、こう梅雨入りを果たしたのか、こう帽子をかぶるのにね、気持ちが乗らないというかね、ちょっとこう億劫になる季節になってきているわけですけども、まあ、その帽子かぶらなくてもいいような髪型をね、今日はご紹介できればなというふうに、思ってます。ストリートファッションにハマる髪型、まず一つ目なんですけども、一つ目はですね、ブレイズコーンロードレッドといった特殊ヘアですね。はい、まあ、これはね、カルチャー的にもこの辺りの髪型は外せないというか、まあ、ド定番でございます。なんせね、存在感も100点満点ですし、この髪型してるだけで、ムジティにジーパンっていうシンプルな服装でもすごいおしゃれに見えるという、そんな魔法のような効果もね、ある髪型になっております。だから僕たちが、まあ、なんせね、こう提案してるストリートファッションにおいてはかなり相性はいいんじゃないかなというふうに思いますね。ハッシーさんも、はい、何年前かは覚えてないですけど、3年前ぐらいかな、コーンローでしたっけ。じゃあ、いや、ブレイズと、あ、ブレイズか、うん、ブレイズとタイトロープ、あー、タイトロープ、ね、タイトロープやってましたね。まあ、よくこうブレイズとこうコーンローを間違えちゃう人っていうのも、まあ、いてるんですけども、違いで言うと、コーンローは編んだ髪の束が地肌についてるんですよね。こういう感じで地肌に沿って編んでいくと、うん、そうそう、地肌に沿って編んでいくというのがコーンローで、ブレイズは一つ一つの束がこう独立しているというのか、浮いてるという、浮いてるというか、うん、写真載せておきますんでね、そこで、まあ、それで違い分かると思うんですけど、分からない人はもう Google 先生に質問してみてください。で、まあ、タイトロープというのはですね、2つの紙の束を編み込んでいって、こうなんか綱引きの綱みたいな形にしたのをタイトロープっていうやつでなんですけど、そのブレイズは3つの束で編み込むんで、ちょっとブレイズとタイトロープはまた見栄えが変わります。タイトロープはウィズカリファがよくやってる髪型で、それ見て僕もタイトロープにしようと思って、3年4年前ぐらいかな、タイトロープにしてたんですけども、はい、僕ブレイズしかやったことないから、うん、タイトロープちょっとあんま分かんないんですけど、マッシーさん的にはどっちの方が良かったですか。タイトロープ、え、全体的にお手入れとか見栄えとか。お手入れは正味タイトロープよりブレイズの方が楽。あ、そうなん、うん、タイトロープはやっぱ2つの束で編み込んでるからほどけやすいっていうのがあって、そう、ブレイズは3つの束で編み込んでるからほどけにくい、絡まり具合が違うと思うんですね、うん、なんかこうモケモケになりにくいっていう意味では、ブレイズの方がお手入れは楽やったけど、まあ、ただどっちも寝るときはしんどい、かなりしんどい、うん、寝るときはバンダナ巻いたりとかして、こうニット帽かぶったりとか、ね、うん、そういう形でケアしてあげた方が長く持ちますんで、せっかく編み込んだという方はぜひそういうところ、大体でも寿命の2週間から3週間1ヶ月ぐらいですね、うん、まあ万全の状態で入れるのは2週間ぐらいから、2週間以上経ってくると、その編み込んでるから髪の毛が全部ここにとどまるんですよ。とどまるから、とどまるけど、人のこう何体質的に1日に、まあ、数十本の毛が抜けると言われてるじゃないですか。その抜けた毛穴の毛根が残るんで、それがフケに見えるんですよね。フケじゃないのに、フケじゃないのにの毛根が残るからフケに見えるっていう、なんかそういうなんかのは嫌でしたね。うん、だからちっちゃいハサミでその毛根の部分切ったりとかっていうお手入れを日々してたら割と長い間持ちますんで、その辺ぜひ皆さん考えてみてください。ただね、これ見てる学生の方、まあ、特にまあ中学生ってあんま見てないんですけど、一番若い層が大体17歳8歳ぐらいからうちの YouTube 見てくれてるんで、そういう学生の方はやっぱり、ね、特殊ヘアって難しいと思うんで、もしほんならどうしたらええんやという方なんですけども、そんな方ではですね、フェードカット、ぜひフェードカットをしていただければいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、ストリートファッションに合う髪型2つ目はフェードカットになります。まあ、フェードカットに関しては今のトレンドとなっている髪型と言っても、まあ、過言ではないのかなというふうに思います。まあ、刈り上げの部分をね、短いところからこうだんだんと長くして、グラデーションをつける感じの髪型なんですけども、これってやっぱ日本での火付け役はブラザーズになる。ブラザーズ、理髪店としてはブラザーズ、バーバーズ、まあ、ブラザーズなんかなと思うんやけど、まあ、今の日本でのこうヒップホップムーブメント、まあ、名だたるラッパーたちがね切ってもらってるのが、まあ、ブラザーズなんで、まあ、ブラザーズなんかなというふうに思います。まあ、実際誰が切ってもらってるかな、そのブラザーズで、ナメダルマもそうやもんな、ナメダルマもブラザーズで切ってるし、カンさんもそう、あ、カンさんもそうやし、まあ、リッキーとかもそうやし、コーとかアナーキーとかもう大体そうやから、大阪来た時も中崎町のブラザーズで誰か、アナーキーか、
アナーキーが来てもらって、両方っすね、来てもらってたから、はい、そのファッション業界で言ったらボギーさんも、うん、そのブラザーズの中の貴重店ができた時に、うん、あの来てもらってたっすね、うん、ブラザーズの中 の、 そのバーバーの隠し扉を開けたら、うん、中崎商店ね、そうっす、リュウゾウさんがやってるバーに繋がってるので、ね、うん、隠し扉みたいな、うん、それがあのハイプビーストの方にも取り上げられてて、ボギーさんの近く来ました、あのドミサイルのオーナーさんで、ね、すリュウゾウさん、あとマダムウーとかの、あのオーナーさんであるリュウゾウさん、まあ、本人もねラッパーとしても活動されてますけど、そんなまあ名だたるこう人らが切ってもらってた、まあ、それ日本でも映えるやろなというのが、うん、あるんですけど、見て取れるというか、まあ、だからフェードカットしたいならブラザーズで切ってもらえれば、あ、間違いないかなというふうに思います。まあ、規則ねちょっと厳しい高校とかでもフェードの攻め具合をちょっと緩めにすれば問題はないかなというふうに思います。まあまあね、なしももうちょっとしたら夏休みやと思うんで、学生の方々は、だからそういう、も夏休みコロナの影響であるか分かんないです、あるか分かれへんけど、まああったとして、うん、ね、この夏休み期間中、長期の期間とかに関してはそういうコーンローとかね、ブレイズとか楽しんでもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。まあでそのフェードカットに関しては別に、ね、コロナで夏休み期間中じゃなくてもできると思うし、で学校によってはね、なんか刈り上げ禁止の学校、なんかブラック校則とか今なんか言われてるけど、あった、うん、はい、そういうのがない方はね、ぜひフェードカットをチャレンジしてみてください。まあ、もしフェードカットもできひんと、でまあブレイズとかもできひんっていう方は、この僕のぜひ髪型を参考にしていただければ。これは、俺は90年代の池袋ウエストゲートパークに出てそうな稲たい髪型。ああ、おいしそうやな、確かに。ワックスでこうやって、こうやるだけでこのセット完成するんですよ。なんか、G-Boyzに俺は。3代目 JSOULBROTHERS みたいな髪型って、こう、なんかすごい全部整えてる感じ。束感がね。うん、束感がすごい綺麗になってるけど、俺もあえてこの、くしゃっとした感じ。ほんまにそれこそ池袋に出てそうなテイストっていうのでやってもらったんで、これはねさすがに刈り上げもしてないし誰でもいけると思いますんで、今開けた特殊ヘアとフェードカット無理な方、ぜひ僕の髪型でお願いいたします。はい、ということで、フェードカットに関しては、まあ、ブラザーズが間違いないと思いますんで、そのブラザーズが、まあ、どういうところなのか知らない方のために URL 概要欄に貼っておきます。で、まあ、大阪に関しては、宇宙美容師開発所みたいな、宇宙開発所みたいな、美容室があって、そこすごい特殊ヘアが有名なところなんで、あとあれですね、橋田行くところ玉ねぎクラブ、ああそうそうそう、そこもね、ソンゴングさんとかも来てたりとか MC タイソンさんとかも来てたりするところなんで、そういう美容室の、URL 概要欄に貼っておきますので、ぜひ、チェックしてみてください。ということで今日の動画終わりますので、また次回の動画でお会いしましょう。